東京の葛西臨海水族園ではマグロなどが大量に死亡し今やクロマグロ1匹が泳ぐ大型水槽に新たにサメなどを投入する方針を決めました死んだ魚からウイルスは見つかっているものの大量死の原因ははっきりしていませんしかし水族園では展示を回復するためとしてアカシモクザメ23匹とタカサゴ500匹をまず投入し水槽の状態を見ながら 来月半ばにはスマやハガツオ、6月にはクロマグロを追加する予定です。